ガリシア州内の位置、トミーニョは、スペイン、ガリシア州、ポンテベドラ県の自治体、コマルカドバイショミーニョに属する。ガリシア統計局によると、2012年の人口は13,738人で、ある。住民故障は、トムンズ、エサ。面積は106.6キロ平方メートル。ミーニョ川トリアで B5 に挟まれた、伝統的に、 トゥロニオと呼ばれた地域に位置している。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は97.02%。トミーニョは、ポンテベドラ県の南西部に位置し、コマルカドバイショミーニョに属する。北がバイ養ナゴンドマール、北東が、トゥイ、南西がおろさる、西が親オオの各自治体と隣接、東はミーニョ川を挟んで、ポルトガルのバレンサドミーニョ、 南は同じくミーニョ川を挟んで、ポルトガルのビラのオバデセルベイラとなっている。自治体の中心地区は、トミーニョ教区の聖書地区。トミーニョは、トイ司法カンカツ区に属す。住民は15の教区の134の地区に居住する。自治体市長は、ガリシア民族主義ブロックのサンドラゴンサーレスアルバレス。自治体表議員は、ガリシア民族主義ブロック、旧、ガリシア国民党。 6. ガリシア社会党 1.CDL 1となっている。トミーニョは15の教区に分けられる。太字は自治体中心地のある教区。ありがとうございます。